CEP コードとは二次元コードの規格の一つである。CEP コードは二次元コードの分類に属し、自動認識の技術である。下記にその概略の説明と歴史的な事実を記述する。バーコードは横方向にしか情報を持たないのに対し、CEP コードでは X、Y 基線とコーナーマークに囲まれたデータエリアにおいて、 縦横のマトリックス上にデータセル情報を持つ。基本的にはデータエリアの中の一つ一つの白または黒のデータセルのパターンによりデータを表す構造となっている。CP コードの最初の特許ではデータセルの形状はすべての形状を含んでおり、さらにデータセルとデータセルの間に何もない部分があっても良いとしている。後日出願された特許では カラーのものもあり、データ密度を上げている。つまり、CEP コードではその画像処理において、データセルの検出方法について、その面積を計測して、ビットデータの有無を判断するのではなく、X、Y 基線上のタイミングマークのそれぞれの画像の、重心点を通る、X、Y 基線に平行な仮の線の交点上に、白または、 黒の天井のデータマークが存在するかどうかを判別する。極論にすれば大きさを計測するような言い換えればアナログ計測ではなくデジタル的に判断するため CP コードが発表された当時デジタルコードと呼ばれた。このコードの名前の由来はコンピューターパーパスコードでありコンピューター用の読み取りやすい画像コードという観点から1987年に 発明者がそう命名した。このコードにおいてはデータ効率を重視して位置検出用のものや角度検出用のデータを表さず無駄なデータセルが比較的少ないため同一コード面積あたりに格納できる情報量が多く数字だけでなく英字や漢字やユニコードの文字などのデータも効率よく格納できる。また特許としては ヒカシインクで印刷しセキュリティ性を高めたものやカラーサンプルをデータエリアライン上のタイミングマークに用したもので任意のカラーでデータエリア内のセルを表したもので格段に大きな容量のデータも表せるものなどもある。また簡単なものは印鑑やスタンプでの印字も可能である。CEP コードには正方形上のものと長方形のモデルがある。標準は 正方形状のものを用いる。標準的なものの大きさは十十セルから、文字列など情報量の大きさで、エンコードソフトにより自動生成され、セル数は自動的に選ばれるが、印刷の精度に合わせて、コードの大きさは画像として任意に拡大縮小でき、調整可能である。もちろん、別途規格を決めれば、セル数やコードの大きさはいくつかのレベルで統一は、できる。 要は、画像を処理してデコードでき、画像入力手段の視野範囲に入れば、どんな大きさでもいいのである。もちろん人間の目に見えたに越したことはないが、原子単位でコードを表現し、電子顕微鏡で見て解読するのも一向である。参考までに、CEP コードでは、1600dpi のプリンターで、 高質紙に白黒印字した場合、数字列15桁を内蔵したコードで最小で0.5ミリ角のものが印字でき、それを CCD カメラで正確に読み取ることが開発当時でも可能であった。そのプロトタイプが最初に日本で1996年後半頃から日本紙で発表された。そのコードは当時テレビや新聞でも取材され、全国的に発表された。 このコードは1987年に吉田博和個人の発明として最初のものが出願されたが事業家のため早々にミカド必死産業株式会社に所有権が移されたその後数年間かけて世界的に特許出願され1992年頃から順番に複数元が広告決定されたその後ミカド必死産業株式会社を中心に アメリカの UC バークレー校の機械工学の教授や学生や卒業生の開発協力を経て技術的な基礎が築かれた。1994年、通産省の外郭団体のベクの技術認定を受け、当時この技術としては国内で唯一多数の技術認定や公的な投融資を受けた。種々の変遷を経て、 1994年6月に日本とアジアの知的財産権には専用実施権が設定され日本 ID テック株式会社がその事業化を受け継いで進めることになった日本 ID テック株式会社では大阪府研究開発型企業振興財団から1996年1月に技術認定を受け公的資金や第三者割り当ての資金を獲得して 事業展開を本格化させた。また、アメリカでの技術開発は、その後もインテグレーテッドモーションズインクにて継続され、次の基本技術も追加された。例えば、せっかく印字したコードが変形したり汚れたりした場合、特別な画像処理技術が必要になる。つまり、自動エラー訂正や、ニューロファジン、揺らぎ理論の画像処理の技術などに関し、CEP コードでは、 その開発に一番大きな力が注ぎ込まれた。その技術は1996年11月、通産省参加の IPA でソフト技術として認定を受けた。1999年頃にはアメリカにおいて、セミで技術的な評価も含め、CEP コードが話題に上り、記録にも残っていた。その頃、東芝株式会社の子会社のテックとの非独占の ライセンス契約を実施、その多数者ともライセンス契約を行った。2000年初めに、当時日本とアジアでの事業化を進めていた日本 ID テックが破産したため、この技術を正式に引き継いでいるところは少ない。一方、当時アメリカには CP トロニンク、英国には、 デジタルコードカームノケーションズリミテッドを設立して、世界のこの技術に関する特許を三元管理しようとした。また、日本 ID テックが破産したため、標準化の流れに乗れていない。2011年現在、それらの海外の会社は休眠中である。日本における技術ベンチャー企業の典型的な末路であろう。技術的には CP コードは L 字の X。 Y 基軸と反対角の3点のコーナーマーク、そして X、Y 基軸上の角で体値やデータセルの位置や密度を認識するためのタイミングマークが構成要素となっている。他のコードに見られる切り出しシンボルのようなものはなく単純な構造が特徴である。加えて米国なさなどが、 その一部の技術の無料使用を認めている技術で、リードソロモン方式のエラー自動訂正機能や独自で開発したニューロファジーを利用した画像処理技術などが取り込まれている。また、タイミングマークを利用すると、ファックスやハンドリーダーなどで印字、読み取りした時、取り込んだ画像が大きく変形した場合でも、データセルの位置を幾何学的に演算できて、その画像処理ができやすい。 これらの画像処理技術は重要で、単なるに地下しかしていない二次元コードもあるが、本質的にその程度の技術では、高密度なデータを正確に収納、読み取ることは難しいと考える。最近では CP コードは外説にあるような理由でその技術の一部が生き残っているだけである。また、当時は特許権を強く主張した営業方針を取ったため、 パブリックドメインではないということも、バーコードの境界などから企画化することに難色を示された一因であろう。ただし、企画化されたコードには、特許権を行使しないと公言しながら、一部の用途などには、特許権の行使を匂わせるようなコードが企画化されているのも実情であるので、まだ議論の余地は残っているようである。CEP コードは印字。 表示用のエンコードソフトと読み取り用のデコードソフトと読み取り用のハードウェアさえあれば自由にかつ簡単に印字、表示及び読み取りができるのであえて規格などには準拠していない一般的に二次元コードの場合規格化は昔からの印刷方法で紙などへ印刷する場合に特に必要になるがソフト化、電子化、画像化された場合は印字、表示とは ビットイメージになるということであり、また、読み取りとは、画像処理の問題となり、企画化が、本当に必要かは、疑問という声もある。ここで、印字、表示と書いたのは、コードの生成においては、例えば、液晶表示の画面や、携帯の画面での表示、ひいてはレーザー光線などで、ビルの壁にコードを表現して、それを、 CCD カメラで読み取ることやプラスチック製のカードに磁気透明インクなどでコードを印字しファックスやハンドリーダー上のライセンサーなどにて読み取ることまでその応用技術が発展するからである。なお近年コードの中に文字や画像を空欄などで図形化して組み込んだものがあるがこれらの多くは自動エラー訂正能力の範囲でまたはそれを独自に応用して 標準外のものを作っているものが多い。CP コードも技術的には当然のことではあるが、一つのアプリケーションとしてこれも実行可能である。当時の CP コードの特許戦術は技術を独占するというよりは、ソフトを買えば、または契約すれば、自由にライセンス使用できるという方針であったが、当時の風潮ではそれが理解されず、 このような特殊な応用システムへは自由に進展できにくかった。いかに優れた二次元マトリックスコードでも下記の原理、定理が適合され、それは普遍性を持つことになる。コードの形状において、一個一個のデータセルは選択された印刷方法での最小印字、表示単位より小さくできない。それが、そのコードの持つデータ密度の限界である。原理的には、 データセルも、全体の形状も、正方形のものが最も効率的であるが、要は、読み取れる範囲で何個の最小印字、表示単位で、データセルをできるだけ多く構成し、そのデータセルを、X、Y 方向に、いくつ並べるかである。この配置がより効率的で、論理的に、画像処理上で優れているかが、効率の良い二次元コードであるかどうかの判定基準と、言える。 データを表すデータセルの数とそれ以外のデータセルの数の比率がそのコードの密度効率であり唯一コード側が突起すべき特徴である CP コードは基本的には XY の規制に一列ずつとタイミングマーク各一列そして非対称性を持つ形状で原理として数学的にそれ以上小さい奇数はない3個という個数のコーナーマークの分のロスだけである 正確に読み取れることは、最も重要な技術であるが、それには、単純に、データセルを白黒判定するものではない。すべてのデータセルの重心点の一演算方法、ニューロファジーやエラー自動訂正技術など、いわゆる優れた、画像処理技術も読み取りソフトに組み込んであるかどうかで、ある。二次元コード全般に言えることではあるが、その情報量の多さにより、 単純に ID や URL を表すコードとしての機能から文字列、文章や音楽までを表現するなど、その応用は非常に幅広く、2010年現在でもその用途が全て開発されているとはとても思えない状況である。応用については、全ての高機能な二次元コードはほぼ同じような能力を発揮する。読み取りの方向指向性や小型化以外は、 各コードにおいて、技術的にはそう大きな差は存在しない。極論すると、原子、分子レベルのマーキングを行い、電子顕微鏡などで読み取るなども、その独特な応用の一つである。周知のごとく、DNA は4つの塩基でその作上構造で成り立っている。最も基本的な CEP コードは、他の二次元コードと同じように白と黒のデータセルで、データを表している。 つまり前者は4の N 乗であり、後者は2の N 乗の情報量を内蔵するのである。従って、印字、表示の方法の選定は用途により、その読み取り、方法と密接な関係が出てくる。例えば、ここからもコードのカラー化への応用の目が芽生える。ただし、カラー印刷では、掲示変化による変色が問題になるので、CP コードでは先に述べたように、 同時期に印字されたカラーサンプルが必要となると考えた。携帯電話への応用は、そのハードウェアのほとんどで CCD カメラが装備されているので、価格面や普及の程度から言っても大きな応用システム展開が期待されるマーケットである。技術革新の状況を見ても、その分野での応用は今後とも有望であり、印刷や出版の分野との連携で、 もっと有機的な活用が期待される。携帯電話の中にデコードソフトをインストールすることは必然ではない。なぜなら、ネットの速さが十分であれば、コードをそのまま画像で送り、受け取ったサーバー側で画像処理できるからである。この場合、添付ファイルでの転送に比べ、アップロード時間は短くて済む。また、CEP コードでは、小型化や、 画像処理技術に力を注がれていたので、小型の薬瓶が高速で、コンベア上を流れてくるような生産ラインで、薬コードやロットノーなどを表した 5mm 角程度の CEP コードを読み取るステムにも導入された。また、CEP コードのシステム上の特徴として、コーナーマークとタイミングマークを利用した読み取り指向性に独特のアルゴリズムを持ち、 その特徴を生かしたアプリケーションが開発された。CEP コードのシンボルを構成する最小の単位セル。CEP コードでは、データセルとも呼ぶが、その大きさ印刷技術や読み取り方法、精度に大きく関係している。CEP コードでは、データセルの数、すなわちコードの大きさや密度は、内蔵する、情報量により、自動的に変化して生成される。また、 用途によっては、印刷方法の精度でで決定され、白黒コードの場合は、データの1ビットが1モジュールに相当する。もちろん、一旦生成された、ビットイメージは、ソフト上で、その拡大縮小が自由に変更可能なので、印刷の規格と読み取り、性能に合わせて、コードのサイズなどを決定することは簡単である。基本的には、密度は X。 Y 期軸の上のタイミングマークの個数で自動識別可能である。したがってエンコードも入力するデータ量に応じて考える余地もなく自動的に可変となる。したがってこの M、N は情報量に応じて重々程度のものから理論的には無限大まで生成可能であるので CEP コードには基本的には型番はない。 生成後にマイクロソフトなどのアプリケーションのソフト上などで画像を貼り付けた後でも読み取れる範囲で画像的に縮小、拡大して使用すれば良い。もちろん選択した読み取り装置で読み取れさえすれば任意の決定された規格のサイズに合わせて拡大、縮小するのも自由である。大雑把に言えば通常肉眼で書くデータセルが見えれば読み取りは 通常の光学方式で可能である。CP コードに汚れや傷などがあっても正確に読み取れるように、読み取り不能や読み取り間違いのモジュールを画像処理の中で修正する。そのレベルとして、通常は復元可能値が30%に設定されているが、CP コードではエンコードソフトの中で自由に設定できる。二次元コードにとって、この読み取りの画像処理技術が、 キーにななっってていい。ると言言も過言ではない使用範囲は、理化学機械器具、測定機械器具、配電用または制御用の機械器具、電池、電気時期測定器、電線及び、ケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、メガネ、加工ガラス、ファックス、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、ロケット、回転変流器、 超小器、電気アイロン、電気式、ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、消防艇、自己コロ、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ。なお、別分野で他社が商標登録しているので注意を要する。ありがとうございます。